やっぱりその小刀は。幼い私を拾って育てたのは祖林衆、掟を守りあやかしを借り続けてきた。祖林の刀が光を取り戻す時、常闇を払い亡者を清めると聞く。この手に残されていた唾が輝く道筋をようやく示した。みんな成仏できたみたい。おーい、な、松永断じを久秀、信長様の道案内に参じよう。ついでに家康殿へも加勢を求める早馬を。柄にもない真似を。あれはお味方ですか。しんがりが追いついたぞ。秀吉め、ね、